フリードリ・ヒデュレン・マットは、スイスの劇作家、推理作家、エッセイスト、画家。マックス・フリッシュと共に戦後スイスを代表する劇作家であり、特にグロデスクな誇張表現を用いて、現代社会の矛盾や行き詰まりを描いた、喜劇的作品によって、名声を確立した。ベルーン郊外の小村、コノルフィンゲンに生まれる。父は、プロテスタントの牧師。 少年時代にベルンに転居し、ベルンのギムナジウムを卒業後、1941年からチューリヒとベルンの大学で哲学と進学、ドイツ文学などを学んだ。在学中はキルケゴールに関する博士論文執筆を計画する一方で文学作品の創作を始める。子供の頃から絵が得意だった。彼は早くから画家への志望も持っていたため、 在学中は進路に迷っていたが、1945年に短編小説が活字になったことをきっかけに作家となることを決意、大学を中退して作家活動に入った。1947年、聖書に曰くがチューリヒで初演されて、以後儀曲が作家活動の中心となり、1948年、ロムルス大帝で大きな成功を収める。 1952年の判事と死刑執行人より推理小説にも手を染め、これと義局ミシシッピ氏の結婚によってブームを引き起こした。1952年にヌーシャテルに今日構え、以後死没まで同治を作家活動の拠点とした。他の代表的義局に天使がバビロンにやってきた老貴婦人の訪問、物理学者たちなどがあるが、 加担者は失敗作としてスキャンダルを起こし、以降は創作の中心を小説散文作品に移した。老期夫人の訪問や推理作品、約束など映画化された作品も多い。晩年は自伝の執筆に専念したが、1981年と1990年に上下巻で刊行された自伝、素材は自身の文学的素材の歴史。 という得意な形態をとっている。死後の2000年、ヌーシャテルに文学、絵画など移行を所蔵、展示したデュレンマットセンターがオープンした。藤本敦男ほか、ドイツ文学史東京大学出版会、1995年に192から293ページ、柴田昌編、初めて学ぶドイツ文学史、ミネルバ書房2003年、 ページ、増本博子、フリードリヒ・デュレンマットの喜劇、迷宮のドラマトゥルギーさんおさむし2003年、7から8ページ、増本博子、言語への会議とコミュニケーション不全、ホフマンスタール、カフカ、デュレンマット。ありがとうございます。